背中の羽で、あの空の向こうへ。風のように、鳥のように。誰か歌ってる。どこから？まずい。私はラナーシャレーン。ええ、あなたお名前は？俺シス。シス、シスくん。ようこそ小さなお客様。私の歌を聴いてくれる？うん。それじゃあ。それから、塔に通うようになったんだ。巫女のことはラナーシャから聞いて知ったんだよ。なるほど。そう言ってた。巫女になる前もあまり出歩くことはなかったんだって。塔から出たくなったりはしなかったのでしょうか？それは。何です？あれは。あいつ、ハーン。ハーン？ラナーシャをあんな風にしちゃったやつだよ。ということは、ガイウスの仲間。巫女が帰還したので何があったかと思えば、ガイウスを知っているのか。なるほど、お前も巫女か。アイス、しくじったのか。あなたに聞きたいことがあります。ほう、奥さんか。いいだろう、一つ二つは答えてやる。なんだ？シリンの町からラナーシャさんや化け物を使って人をさらったのはあなたですか？その通り。なぜです？俺は強い奴が好きだな。そいつを倒し記録したいと思っている。サンドアでは巫女がうまく制御できず、まとめてソウルコードにしてしまったからな。なら他の町から連れてくるしかないだろう。もっとも未だ俺の期待に応える者は現れていないが。ではさらった人たちは。想像はつくだろう。命をもてあそんで。もう一つと、あのお方とやらどこに？それを知りたければ俺を倒してみせることだな。その自信が仇になる。ふん、少しは楽しませてくれよ。強者と認めれば殺しはせずコードにしてやる。俺の仕事を動くダサいわ。
やあね、戦うなんて野蛮で。俺の仕事を増やすんだ。動くと危ないわ。当たってください。いやあね、戦うなんて野蛮で。ちょっと失礼、あなたの踏み心地を試させて。設定が勝ちましたよ。見てましたか。なるほど、この巫女は英霊を呼ぶのか。そしてお前強いな。気に入った。迂闊にやられるわけにもいかないのでな。サンドアで待つ。そこで私有を決するぞ。目に砂だ。逃げた。というよりは見逃された。つわものは記録すると言ってはいたが、遊んでいるのか。というのなら行くまでです。そこにラナーシャさんもいるのでしょう。でしたら挑発に乗りすぎじゃない。私たちの大前提は記録される前にエリクスと巫女を戻すことです。知っていたとはいえ、私たちが目指す場所をわざわざ教えてくれたのです。あの男はバカです。意外に辛辣。怒っているのだろう。せっかくの招待だ。乗らせていただこう。シスはハーンを知ってたんだね。俺、ラナーシャが変になっちゃった日も塔にいたから。それでハーンを。よく逃げられたね。ミリアも言っていましたが、正気を完全に失う前にシス君に何かの不術を施したんでしょうね。ああなった巫女の力は強くなるようだし、そういうことはできるのだろうな。きっとそうですよ。少なくとも私は巫女の力がそのように正しく使われたと思いたいです。思うのは勝手だけどね。そんないいこと。大丈夫？砂漠の夜は冷えるね。昼は暑くて夜は寒い。ここはそういう土地なんだよ。本で読んで知ってはいましたが、これは想像以上ですね。ありがとうございます。メルメルも俺の上着を貸そうか。僕は帽子があれば平気だよ。もう少し歩けば塔が見えてくると思うんだけど。近いんですか？というより塔が高い。目立つんだ。砂の海の灯台なんて言われてるくらいにね。待て、何か音が聞こえる。戦っている。
どこから？こちらか。化け物どもめ、一匹や二匹ならどうとでもなるが、こうも数が多いと。なんだろう、暗くてよく見えないけど、誰かが襲われてる？あれ、もしかして。助けましょう。心得た。悪いな、ここで消えてもらう。俺の仕事を増やすんじゃない。動くと危ないわ。いやーね、戦うなんて野蛮で。当たってくれない。俺の仕事を増やすんじゃない。動くと危ないわ。いやーね、戦うなんて野蛮で。動くと危ないわ。当たってくれない。俺の仕事を増やすんじゃない。くそすまない、礼を言う。バード、やっぱりバードじゃないか。シス、お前生きていたのか。そっちこそ、よかった。他のみんなは？いや、生き残ったのは俺だけだ。仲間はみんな。そっか。あの、シス君、こちらは…あ、ごめん。この人は、さっき言ってた、森人のルフ族。名前はバド。この人が、ルフ族…バトルディア・アディスだ。はじめまして。私は、ルーチェ・ミストルピンです。マールコットってところの巫女なんだって。となると、一緒に戦ってくれたあれは伝承の英霊か。英霊を呼んだだと？まだそんな巫女がいたのか。バド、ここは危ないから、どこかのオアシスに避難しててよ。俺たちはこれから。それはできないな。どうして？巫女を、ラナーシャを殺さなければならないからだ。なんでさ。俺たちは巫女を信仰し、森人として生きてきた。それは巫女が大地に恵みをもたらす存在だったからだ。だが巫女は破壊者となってしまった。であれば、森人として生きてきた俺には巫女を止める責任がある。その責任の取り方が、ラナーシャを殺すってことなの？それ以外に方法はない。とはいえ、
全く手出しできないのが現状だがな。あの、ちょっと待っていただけませんか。なんだ。巫女、ラナーシャさんを助ける手段ならあります。どういうことだ。それは。そうか、リーフィンの巫女を救ったか。はい、ロード・オブ・ソウルのと英霊の力も借りて。そういうものがあるのは分かったが、ラナー社には通じなかったのだろう。理由？そうなのですか？なんだ、お前も知らないのか。もしかすると戻すのにも順番があって、レリクスを戻してからでないと巫女には効果がないのかも。ミディアの時はその順番だったね。でも考えてみればそれも当然かもしれません。巫女はレリクスと結びつくものですから。ラナーシャを救うには先にレリクスを元に戻さなければならないか。まだ推測ですけれど、やってみる価値はあります。確かめるためにもサンドアへ行かないと。ルーチェ、もうだいぶ夜も更けてる。今日はここまでにしよう。だけど昼の暑さと夜の寒さでだいぶ参っちゃってる。何度か戦いもあったし疲れてるでしょ。焦る気持ちはわかるけど、これ以上は無理だよ。リーフィンの時もそれで倒れたんじゃないか。それはそうですけど、記録されてしまってからでは遅いんです。記録するのなら俺たちを待つだろう。あのハーンとかいう男は。敵を信じるんですか。バカなんでしょ、あれは。だったら待ってるよ、バカ正直にね。そうかもしれませんが。ほら、もうそう言ってる。それじゃあテント張っちゃうよ。あら、バドさん。に、ルーチェか。どうした、眠らないのか。なんだか寝つけなくて。無理にでも寝た方がいい。昼の砂漠は人間には厳しかっただろう。あれにはびっくりしました。夜もこんなに寒いなんて。知識で知ってはいましたが、実際にはこんなに厳しいのだとは。私、森から出たことがなかったから。巫女であることを宿命づけられた以上、それは仕方のないことなのかもしれないな。ラナーシャもこの砂漠以外を知らない子だった。バドさんはラナーシャさんを。彼女のことは幼い頃から知っている。歌うのが好きな、どこか不思議な感性を持った子だった。思えばあの子は巫女などにはならず、町に出ていた方が幸せだったのかもしれん。巫女になったのは不幸な出来事だったと。巫女は塔から出ることは叶わない。それが間違いだとは思わないが、ラナー社には不向きであった。外に憧れ、その思いを歌にして、それでも自分を抑え塔にこもる。どうして塔に閉じ込めるのです。巫女はそうあるべきだからだ。森人である以上、俺はそれを否定できない。巫女になった瞬間に人であることを捨てたのだ。
それは違います。違うと思います。だってラナーシャさんはシス君と。なんだ。シス君と友達になったじゃないですか。夜も更けたな。お前たちはもう休め。日の番は俺がする。お言葉に甘えます。おやすみなさい。ああ、おやすみ。ここから先は危険ですよ。俺には守人として巫女を殺す義務がある。それなら私には巫女としてラナーシャさんを救う義務があります。バド、ラナーシャは殺させないよ。そう願ってはいる。行くぞ。悪いね。ここで消えてもらう。俺の仕事を増やす。動くと危ないわ。当たってください。いやね、戦うなんて野蛮で。そらそら。俺の仕事を増やすんじゃない。動くと危ないわ。当たってください。いやね、戦うなんて野蛮で。ここは私の。女王ゼノビアの名をその身に刻むがよい。俺の仕事を増やすんじゃない。そらそら。動くと危ないわ。当たってください。見たか。これが女王ゼノビアの力ぞ。まだまだ物足りない。Thank you.
ネッサの都、そう呼ばれててもっと綺麗な街だったんだよ。今は見る影もないな。この人たちが記録されてしまわないうちに何とかしないと。ソウルコードにするのが巫女なら、それを元に戻すのも巫女か。それをさせてるのがレリックスの力なんだよね。力は使い方次第と言います。でしたらガイウスたちのようなものに好きにさせなければ、レリックスは繁栄の象徴であり続けます。たとえ人々の記憶から消えたとしても、巫女のいる限りな。でもメルメルの言いたいことはなんとなくわかるな。俺はなんだかレリクスが怖くなったよ。ラナーシャもか。それは違う。そうじゃなくて、ルーチェが言ってた使い方次第で、ラナーシャは本当ならこんなことはしない。でもそうじゃない人ならさ、世界だって滅ぼせちゃうってことなんでしょ。ならば俺たちも巫女もレリクスから解放されてみるか。もっともレリクスなしで砂漠では生きられないか。そこまで厳しいものなのですか。レリクスがなければオアシスなどは遠の昔に干からびていただろうな。そんな場所で人を生かすのがレリクスなんです。だから守らなきゃいけない。それが巫女の義務か。そういうのなんで巫女だけがやらされてるんだろうね。私はやらされていると感じたことはありませんが。でも変でしょ。レリクスの恩恵を受けてるのは巫女だけじゃないんだし。かつてまだ巫女の力が強大であった頃は、人々からの見返りもあったかもしれないが、それが余計な争いを生んで、サンドアの巫女は人の世から離れた。力を持つ者は孤高であるべきなのかもしれない。それって極端な話じゃない？上手に付き合うことはできるでしょう。バドさんは人はそれほど賢くないとおっしゃりたいのですよね。気に障ったのなら謝罪するが、つまりはそういうことだ。正しい心と強い精神があれば、そんなものとは無縁でいられると言いたいが、流れには逆らえない時もある。だが、だからこそ人と人とのつながりはその流れを止める堰となるとも思う。そうであるなら、俺はラナーシャを止める者とならねばならない。その止め方が問題なんでしょ。ラナーシャさんは私が必ず戻します。お願いします。私を信じてください。英霊というものを実際に見せられれば、お前たちの言うことを信じざるを得ないか。その思いには応えるつもりです。あそこに。まずはレリクスに向かいましょう。レリクスは塔の頂上にあるんだっけ。泣き言は言いませんよ。さあ登りましょう。悪いな、ここで消えてもらう。俺の仕事を増やす。待ってー！
動くと危ないわ。いやーね、戦うなんて野蛮で。そらそら、動くと危ないわ。俺の仕事を増やすんじゃない。当たってください。俺の仕事を増やすんじゃない。動くと危ないわ。そらそら、いやーね、戦うなんて野蛮で。ここは私に、ちょっと失礼。あなたの踏み心地を試させて。設定が俺の仕事を増やすんじゃない。動くと危ないわ。この黒き刃で貴様を断つ。当たってください。ハラハラしました。登ってきたけど、まだ頂上には着かないね。ハンが姿を見せないのも気になります。する男には思えなかったのですが、バカだもんね。そう断じてしまう危うさはあるが、小細工を仕掛けるように思えないのは確かだな。ラナーシャの歌が聞こえてる。月はこぼした欠片集めて空に投げる。確かに。でも今までははっきりと聞こえていたのに、今はとても小さな声です。これラナーシャが一番好きだった歌だよ。弾けて注ぐ水のように、光のように。それは歌の続き。月がこぼした欠片集めて空に投げる。弾けて注ぐ水のように、光のように。これって砕け散った悲しみを抱き寄せて温めよう。いつかあなたが笑えるように。やっぱり。やっぱりって何が？この歌にはラナーシャさんの祈りがこもっているんです。ラナーシャの祈り？月がこぼした欠片集めて空に投げる。弾けて注ぐ水のように、光のように。砕け散った悲しみを抱き寄せて温めよう。いつかあなたが笑えるように。平和と安らぎの祈り。デリクスから恵みを呼ぶ歌。私にはそう聞こえます。ラナーシャが好きだったこの歌に
そういう意味があったんだ。塔に押し込められてなお彼女はそれを祈ったか。その歌が今は最悪を呼ぶ歌になっている。ラナーシャはどうして今歌ってるんだろう。これまで通りなら化け物を呼んでいるのだと考えられるが。だとしたらたくさん呼ばれる前に止めないと。急ごう、頂上はもうすぐだよ。はい。レリックスだ。遅かったな、待ちくたびれたぞ。ラナーシャ！月がこぼした影が集めて空に投げる。さあやろうか。俺の相手はお前にしてもらう。行くぞ。ラナーシャを止める。そのために俺ができることは。増やすんじゃない。動くと危ないわ。当たってください。いやーね、戦うなんて野蛮で。俺の仕事を増やすんじゃない。ちょっと失礼、あなたの踏み心地を試させて。設定が動くと危ないわ。疲れたわ。どっかいしょっと。ルフ族は力も強くて、あの程度の奴らならなんとか対処もできるんだよ。と良い援護だ、ツア。いい動きだ。ならば俺もこの剣で。レリクスに近づかないと。詰めるってどうやって。女を抱えて俺と戦えるのか。なんだこの重圧。触れさせん。
あるべきもの、あるべき姿に。何時よ、帰りきたれ。なんだこれは。体がしびれて、レリクスが消えた。どうして。幻惑不死。知っていたか。だが見抜けなければ知らぬも同じだな。術にかけられていたのか。が、いつの間に。月がこぼしたかけらを集めて空に投げる。弾けて注ぐ。水のように、光のように。ラナーシャはどうして今歌ってるんだろう。これまで通りなら化け物を呼んでいるのだと考えられるが、歌ってたのは僕たちに幻覚を見せるために。すぐに取られてしまっては興ざめだからな。少し細工はさせてもらった。見抜かれては少々厄介だったが、それは杞憂だったようだな。少々残念では。が想像以上に楽しめた。ならばやはりお前たちは記録するに値する。永遠に、永久に。その手はこれ以上汚させん。鬼人の義務は今こそ果たす。無茶でもやらねばならんのが義務だろう。ラナーシャ、ここで眠れ。やめて、バド。終わりだ。コード。その状態で動いたことには驚いたが、見苦しいな。様、ソウルコード。バドさん。バド。最後の最後に強がそがれたな。強者なら潔くあってほしいものだが。悪しき者、蝕む者、洗いたまえ、清めたまえ。上界の不術、私だってこういうこともできるんです。ほう、まだ楽しませてくれるか。それでこそだな。行くぞ少年。もう許しません。力を送ります。仕事を増やすんじゃない。動くと危ないわ。そらそら。いやーね、戦うなんて野蛮で。
俺の仕事を増やすんじゃない。動くと危ないわ。いやーね、戦うなんて野蛮で。この祈り届けます。そうでなくてはな。いただく。ロードはやらせん。邪魔をするな、エレ。俺はそいつと楽しみたいんだよ。ミコ、エレの相手を出せ。風に舞う翼は遠き果てに生きて。メルメル、こっちです。数で圧倒される。ラナーシャさんを止めないと。月がこぼしたかけら集めて空に投げる。弾けて注ぐ。水のように、光のように。砕け散った悲しみを抱き寄せて温めよう。いつかあなたが笑えるように。歌うのをやめた。この歌に平和と安らぎの祈りが込められているなら、モンスターは止められる。歌は巫術ではなく祈りだから。歌ったらシス君にだって。そして祈りが通じれば。私の祈りは、モンスターが消えた。心が揺さぶられているから、ラナーシャさんに心が残っているということです。ラナーシャ！ミコ、どこへ行く？踏み込みが甘いぞ。なんだ、やる。本物のレリックスか。行くぞ。行くってどうやって？誰だ。ロード、ルーチェは任せるぞ。お願いします。ここまで来られてしまったのなら、こちらもなりふりは構っていられんぞ。遊びは終わりにさせてもらう。私たちはあなたのように戦いを遊びにしているのではありません。世界にグラニディアに平和を取り戻すために戦っているんです。
しい歯向かうとはいい度胸ね。俺の仕事を早すぎる。俺の仕事を増やすんじゃない。動くと危ないわ。いやーね、戦うなんて野蛮で。当たってください。動くと危ないわ。そらそら。俺の仕事を増やすんじゃない。いやーね、戦うなんて野蛮で。ここは私に。俺の仕事を増やすんだ。女王ゼノビアの名をその身に刻むがよい。当たってください。動くと危ないね。そらそら。俺の仕事を増やすんじゃない。ハラハラしました。こぼしたかけら集めて空に投げる。弾けて注ぐ水のように光のように。砕け散った悲しみを抱き寄せて温めよう。いつかあなたが笑えるように。その歌を歌わないで。いかん、ルーシェか。どこを見ている。奴は抑える。ロードはルーシェを。ここから出たい。私、もっと。でも、巫女は一人で。私が一人でいれば、それでみんなが幸せでいられるなら、私は。でも、みんな壁越しでしか。そうね。壁は壊さないといけない。聞こえる。私の好きな歌。いつか届く光る空へ。風が運ぶあなたの声。背中の羽で、あの空の向こうへ。一緒に歌ったのは初めてだ。誘ったのに歌ってくれなかったのはシスよ。聞いていたかったから。でも歌うのもいいね。
やってくれたな、マルコットの巫女。ルーチェ、危ない！いつの間に。このまま首をへし折ってやりたいところだが、巫女であることに感謝するのだな。すまない。マールコットへ飛び、お前を記録の従者に変えてくれる。その薄汚い手を離せ。なんだ、お前は。無事か、ルーチェ・ミストルフィン。バドさん、戻ったのですね。安心するのは早い。そうでした。侮るなよ、人間。やつも本気か。ならこちらは全力を叩きつけるのみ。この祈り届いて。英霊よ、真の力持って我が敵を滅ぼしたまえ。シス、歌を。歌？なんで？祈りの歌なら、それは巫女の力になるでしょう。そうなのかな。そうよね、バド。俺もか。もちろん。奴を倒すためだ。歌うぞ。俺は歌うぞ。それじゃ。私、こういう趣味はないのだけど。俺の仕事を増やすんだ。動くと危ないわ。当たってください。いやね、戦うなんて野蛮で。当たってください。俺の仕事を増やすんじゃない。いやね、戦うなんて野蛮で。この黒き刃で貴様を。動くと危ないわ。当たってください。俺の仕事を増やすんじゃない。そらそら。ここはどこですか。俺の仕事を増やす。
と危ないわ。俺の仕事を増やすんだ。危ないわ。俺の仕事を増やすんじゃない。難しい。どうかな。俺の仕事を増やすんじゃない。この祈り、その力を英霊に、力を。うはやったか。ねえ、封印。これはいけない。止めて。どうした？こいつはまだ使えるから消されるのは困るな。あなたは…ゼスファルト様！戻れ。封印と言ったな。何？なぜお前がその力を持っている？俺が問うている。そういうことなのか。では、ラナーシャさんは私の祖母に会ったことがあるのですか？まだ小さかった頃に一度だけ継承の儀式の手伝いをしてくれたのよ。それとラナーシャでいい。年はそう変わらないのだから。ラナーシャ、ラナーシャ、なんだか友達みたいです。握手？はい、よろしくお願いします。よろしく。どうしましょう。新しいお友達ができてしまいました。にやければいいんじゃない。よろしく。マールコットへ戻るの？私はまだ旅を続けようと思っています。なんでしょう。少し距離がある。距離？
話し方じゃないかな。これは癖みたいなもので、ちょっとずつ慣れていきます。ルーチェは他のレリクスへ向かうのね。他のレリクスも赤く染まっている可能性があるのなら、グラニディアは依然危険なままということです。それは見過ごせないでしょう。巫女の義務を果たすために？それもありますが、彼の希望でもあるんです。ロード・オブ・ソウルが？だから知りに行くと。ロードと呼ばれるのなら、世界を知っておく必要があると考えたそうです。ロードも大変ね。ダナーシャ、そろそろいいか？荷物の用意は。いつでも。どうかしました？ここを引っ越すことにしてな。お引っ越しですか？壊してしまった町を復興するの。ってことは、サンドアに住むの？そうだ、あそこが一番被害が大きいからな。できることは少ないかもしれないけれど、それでもこの力が役に立つのなら。残った森人も全員でな。受け入れてもらえるかは分からんが。大丈夫だよ、ラナーシャの歌があればきっと。歌が？平和と安らぎの祈りがこもった歌は町の人の助けになると思います。ありがとう。